んだ。気になることがあるなら遠慮なく言ってくれ。見てわかるだろ、砂防の給仕だ。ふむ、事情は簡単だ。百花の誓いを結んで以来、私が御剣たちに人として生きようと説いてきたのは知っているな。しかしな、少林に言われて気づいたことがある。常日頃本部の務めばかり行い、私自身が全くもって体現できていないと。だから今日は人の世で人として暮らすことを学ぶため、砂防の給仕を体験してみたいのだ。そこでお前には客役として協力してもらいたい。頼めるか？それでどうだ？私も意図を測りかねているのだが、女性たるもの、新しい服を着たら感想を求めるべき。それが人として暮らす経験になると少林に言われてな。それでこの服はどうだ？似合っているか。なるほど、うん、思いのほか嬉しいものだな。では注文を聞こう。何を頼むのだ？急かすようで悪い。しかし本部の務めもある。この件に避ける時間は限られているのだ。モーニングだな。承知した。しばし待っていてくれ。ちょっと来てくれ。厨房の使い方がわからないのだ。ふむふむ、もう少し近くで見せてくれ。続けてくれ。に火がつくとは。文明開化とは格もすごいものなのか。なんだ？手元をよく見たいのだから仕方あるまい。気にせず続けてくれ。